大悟さんこんばんは。20代女です。1年付き合っている恋人がいるのですが、最近お互いに対してイライラすることは険悪な雰囲気になることが増えました。楽しい時間もたくさんある分、こういったマイナスな時間をどうすれば減らせるのか知りたいです。大悟さんの見解、おすすめの本などあれば、教えてくださいということなんですが、やり方が1個しかなくてですね、険悪になる前にちっちゃいトラブルとかちっちゃい違和感をお互い入れてるかどうかってことを確認してください。これすごく大事なポイントで、夫婦関係とか恋愛関係がうまくいく人とそうじゃない人って、問題が起きた時に相手に伝えるタイミングが早いんですよ。普通の人は我慢できなくなってイライラした時に言うんですよ。うまくいくカップルって、あれちょっとおかしいなとか気になるなと思った時に柔らかく問いかけるんですよ、相手に対して。そうすると相手が、あ、ごめん気づいてなかった、いや教えてくれだけだと気をつけるねっていう風に早めに優しく言ってもらったらお互い対処できるんですよ。ところがほとんどの場合が取り返しがつかなくなって相手にそれを強く言っちゃうんですよ。このせいでお互いに引き下がれなくなっちゃって険悪なムードになるんですね。だから険悪になる前になぜ小さい目の時に対処しなかったのかっていうところを反省して、なるべく早めに違和感があった時に伝える練習、あるいは自分が例えば2週間に1回喧嘩をするということがあるんだったら、そしたら例えばですけど、2週間だったら14日ぐらいあるじゃないですか。そしたら3分の1とか4分の1とかそれぐらいのところにですね、期間を作ってもらって、例えば2週間に1回喧嘩するんだったら週に1回は必ずお互いの気になったこととか嫌だったことをお互いに必ず1個ずつ言わなくちゃいけない日を作るとかっていう風に、ガス抜きみたいなものをする日をですねお互い作ってあげると、意外と険悪なムードになる前に止まれます。はい、概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。